皆さん、こんにちは。ひろきです。いかがお過ごしでしょうか。私は元気、元気、元気いっぱいでございます。はい。今日はですね、今回はですね、今日の名言ということで、またお届けしたいと思います。この名言を放った方はですね、イギリスの作家、ただし後にアメリカに移住しております、オルダス・ハスクリーという方ですね。ハスクリーという名字がもうなんかイギリス・ドイツっていう感じですよね。はいはい、その方の名言です。どんな名言でしょうかね。小説家の名言、小説家の種類にもよりますよね。なんか作家さんの種類にもね。はい、今回はどんな名言でしょうか。命でしょうか、恋愛でしょうか、それともその他でしょうか。大体ジャンルがもう分かれてきましたね最近。はい、じゃあいきますよ。お聞きください。やり方や How to なんてない、ただ愛することによってしか愛し方なんてわからないんだ。この人の実話ですよね。はい、僕共感します、共感しますよ。はい、そうなんですよ。経験がものを言うんですよ。やっぱり知識でやるもんじゃないんですよ、恋愛は。そうですよ。いいこと言うな、この人、ハスクリーさん。そう、ただ愛する、愛する、そして愛が散ったり実ったりいろいろする、そういうことで愛し方が分かってくるわけですね。はい、やり方や How to とかそんなのに頼ってちゃいつまで経っても付け焼き刃だということですね。はい、本当にそう思います。はい、いい話聞いた。もう僕は大共感です。皆さんはいかがですか。はい、どんな感じですか。はい、聞きづらい質問だな。まあいいや。はい、今回は恋愛の話でした。よかったですね。命とはとかじゃなくて よかったですね。はい、そういうのも話しますからね私。命とはもう真面目に語っちゃいますからね、そういう時は。はい、今回は恋愛の話だったんで笑顔ですけど。いや、命の話の時も笑顔ですよ。はい、ということで、今回はハスクリーさんの名言、ただ愛することということでした。はい、今回の配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。